ブリュワーズ野村は15対2と大差で負けていた8回から5番手としてメジャー初登板。変化球を低めに集め連続三振を奪うなど1回をわずか10球3人で仕留め無失点。33歳のルーキーは見事なデビューを果たしました。今日は水野さんのおごりで照明のアートの宴会になっております。ありがとうございます。どうもお願いします。いただきます。それでは、はい、これは HT さんのご要望なんですよ。あ、そうか、高知の先生、美味しい店だ。あ、はい、おいしいです。ここは宇佐の、はい、萩の茶屋。萩の茶屋ですね。はい、焼きとか揚げの茶とか、はいはい、まあ、全国、まあ、から来ますからね。すごいいっぱいですね。たまたま今日なんちゃって水野さんが、はい、取っていただいて、はい、たまたま来れました、はい、ありがとうございます。萩の茶屋面白いですか。待ってください。すいません。まあ頑張ります。こんな感じでいいですかね。近所のじじい乾杯。そういや先生、フォークボール投げるけど、指はどんなになるの？僕はですね、あんまりフォークボールはカーブが良かったからあんまり投げれるんですけど、投げなかったですけど、まあ、藤島さんの大先輩ですよ。藤島さんがフォーク投げるときにくにょってくるってことになるって言ってましたから、指が。これ僕でもなりますよね。すごい。そうですよ。私はならないです。骨折しますそんなに曲がったら。はい。これちょっと曲がるよね。うん、これこっちはですね。だからこういうのがプッてなりますよ。プッて。だからこれ別に水島さんがくにゅったんじゃないしに、練習しとったらこれ誰でもなるんですよ、これ。こうやって指が曲がるピッチャーは、我慢で曲がる。曲がるからってもんじゃないですよね、これ。あんまり関係ない。いや、だから僕らもフォークボールの練習はしました、これ。投げる必要がなかったら投げないですけど、これはあの、近所のじじいの指ですかね、山田さん。いや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 、結構なりますね。いや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 、これ衛生いってますよ。これ僕上だよ、これ。私はならないです。愛らしい指やな。これ、最初これでもそうなんじゃないですかね。指令長官の時に半分しかないな。結構なるような雰囲気はみんなあるでしょ。いや、私はない、うん、すごい曲がる、まあ、けど柔らかい、びっくりする、はい、って釜も曲がる。今の釜落ちるがフォークボール。下が打つな、見るの下が打つな。どんどん勉強して。そういえば本家の水野さんもフォークボールは得意やん。あ、そんな感じ、うん、フォークボール、素晴らしい。